この橋の下、堀のどん詰まりに抜け穴があるじゃろ。あそこも見張りせよとの仰せじゃと。なんとも限界なことじゃ。戦が近いのかもしれんの。この橋の下、堀のどん詰まりに抜け穴があるじゃろ。あそこも見張りせよとの仰せじゃ。戦が。狼をよく見つけてくれた。さあ参ろう。御意。地の定めから逃れることしかできぬとはな。久しいな、巫女よ。叔父上の墓前以来か。源一郎殿。私は任せよ。
邪魔立てするか、巫女の忍びを。足の剣一枚。忍びとてこの程度か。巫女はもらっていくぞ。目覚めたようじゃな。どうやらまだ死の定めではないと見える。な、その目、差し爪、忍に敗れた狼と言ったところか。言えぬ。それが忍びじゃな。わしは仏を掘らなきゃならん。お前さんはお前さんで好きにしな。何故俺はここにいる。ただ拾ったのよ。
屍かどうかもわからぬもの、野良犬に食わせてやることもあるまい。どれほど俺は眠っていた。お前さんを拾ってから随分経つぞ。そうか。じゃが主の主はまだ生きておるぞ。アシナの城で囚われとなっている。だがすぐにもその血を利用されちまうだろう。お前さんを見ればその価値は十分にあろうというものじゃ。この左腕、俺に何をした？そいつは忍び義手、石腕の狼にはおあつらえ向きの牙じゃろうて。仏を掘るには無用でな。お前さんにくれてやる。忍び義手、そいつはただ失った腕を補うもんじゃない。任務を見つけたらわしのところに持ってくるがいい。任務だと？そうか、このからくり。察しがいいな。任務を持ってきたら忍び義手に仕込んでやる。そうすりゃその義手のありがたみがわかるじゃろうさ。喋りすぎたな。行きな。巫女様の血が利用されるとはどういうことだ？わしも詳しいことなど知らん。ただ流飲、そう呼ばれる特別な血があるという。主の主はそれを持っておる。それゆえ巫女様は付け狙われる。お前さんの体が妙なことになっておるのもそのせいかもしれぬな。お前さんもそうじゃが、この荒れ寺にはおかしな客がまあまあ訪れる。寺を出て右手の広場にもそうした者が一人おる。妙なことになっておる者同士、気が合うかもしれんな。
狼よ、我が血と共に生きてくれ。
伊之助か、せがれよ。若様を見なかったかな。せがれではない。伊之助、またそのような。そなたはわしがおかしくなったというが、さすがにせがれを間違えるわけなかろう。まあよい、せがれよ。この鈴をそなたに託そう。若様のことを案じ作った守り鈴じゃ。この守り鈴を仏様にお供えしておくれ。
見ぬ顔だな、そこもと、名は、名乗られぬか。だが、腕ある忍びとお見受けした。忍びの技ならば、あるいは、そこもとよ、ぜひ、それがしと、立ち会ってもらおう。
し
誰ぞ、そこにおるのか。おう、その声、いや、まさかな。御神、我が名は野上伊之助、平田家の老頭だった。どうかそこのあばら屋の老婆の様子見てやってくれぬか。私の母なのだが狂ってしまい、もはや誰が誰だか分かっておらぬ。お主の母に会ったぞ、鈴を。もらった。そうか。礼を言う。母はその鈴をずっと気にかけていた。上事のように仏様に備えろと。Yeah.
Oh!